寿司は日本で非常に人気のある食べ物です。世界中の多くの人々がその美味しさと独特な食感を楽しんでいます。寿司は生の魚やシーフードを酢飯と一緒に巻いたり、盛り付けたりすることで作られます。今回は日本で人気の寿司についてご紹介します。まず、 寿司の中でも特に有名なのは握り寿司です。握り寿司は手のひらに酢飯をのせ、その上に新鮮な魚やシーフードを乗せて握ります。代表的なネタにはマグロ、サーモン、エビなどがあります。これらの具材を酢飯と組み合わせることで素晴らしい味わいが生まれます。 次に人気なのは巻き寿司です。巻き寿司は海苔を巻いて中に具材を詰め込んだもので一口サイズに切って食べます。代表的な巻き寿司には納豆巻きや鉄火巻きなどがあります。カリフォルニアロールは巻き寿司の一種とも言えますが日本ではあまり食べられていません。また 日本国外ではよく巻き寿司にアボカドを用いることがありますが、日本でアボカドを使った寿司を見つけることは容易ではありません。また、チラシ寿司も日本で人気があります。チラシ寿司は、お皿に酢飯を敷き、その上に刺身や漬物、卵焼きなどの具材を盛り付けたものです。 見た目も華やかで、お祝い事や特別な日によく食べられます。具材の種類や盛り付け方は様々で、季節や地域によっても異なります。日本には数多くのお寿司屋さんがあります。高級店では、職人が目の前で寿司を握ってくれることが多く、 その場で握りたての美味しい寿司を味わうことができます。また、気軽に立ち入れるお寿司屋さんとして、回転寿司が挙げられます。回転寿司店にはカウンター席やテーブル席があり、寿司が乗せられた皿がコンベアに乗って客席沿いを動きます。客は席に着いたら、 コンベアから自分の好きな寿司を選んで取ることができます。回転寿司の特徴はリーズナブルな価格と手軽さです。寿司の値段は皿の色やデザインで分かれており、一般的には種類によって100円から500円程度まで幅広く設定されています。また、種類も豊富で、 多彩なメニューが回転台を通ります。これにより様々な種類の寿司を手軽に楽しむことができます。回転寿司はその支払いシステムも特徴的です。通常、皿の上に乗っている寿司を取った客はその皿を積み上げていきます。そして、 最終的には積み上げた皿の枚数に応じて支払いが計算されます。これにより、客自身で食べた量を把握しながら楽しむことができます。さらに、回転寿司では注文を受けてから寿司を握るのではなく、一定の間隔で調理された寿司が回転台に乗せられています。そのため、 すぐに食べられる寿司が常に提供されており、待ち時間が少ないのも利点の一つです。日本だけでなく、世界中に回転寿司店が展開されており、外国人観光客にも人気の観光スポットの一つとなっています。手軽さとリーズナブルな価格、 そして多彩な種類の寿司を楽しめる回転寿司は日本の食文化の一部として広く愛されています。最後に寿司の食べ方についてお伝えします。寿司は醤油とわさびを使って食べるのが一般的です。醤油はお米に漬けるのではなく、 魚の部分に少量をつけて食べると良いでしょう。わさびも魚の風味を引き立てるために使われますが、過剰につけると風味が隠れてしまうので注意が必要です。また、お寿司と一緒に食べられる伝統的な付け合わせとしてあげられるのが、味噌汁やガリです。 味噌汁は味噌をベースにしたスープで、中には具材として豆腐、わかめ、ネギなどの具材が入れられます。ガリは生のお寿司と一緒に提供される生姜の漬物です。通常は薄切りにした生姜を甘酢に漬け込んで作られます。以上、寿司についての紹介でした。 寿司は日本の食文化の一部として世界中で愛されています。ぜひ日本に来た際には本場の寿司を味わってみてください。寿司は日本で非常に人気のある食べ物です。世界中の多くの人々がその美味しさと独特な食感を楽しんでいます。寿司は生の魚やシーフードを酢飯と一緒に巻いたり、 盛り付けたりすることで作られます。今回は日本で人気の寿司についてご紹介します。まず、寿司の中でも特に有名なのは握り寿司です。握り寿司は手のひらに酢飯をのせ、その上に新鮮な魚やシーフードを乗せて握ります。代表的なネタにはマグロ、サーモン、ヘビなどがあります。これらの具材を酢飯と組み合わせることで、 素晴らしい味わいが生まれます。次に人気なのは巻き寿司です。巻き寿司は海苔を巻いて中に具材を詰め込んだもので、一口サイズに切って食べます。代表的な巻き寿司には、納豆巻きや鉄火巻きなどがあります。カリフォルニアロールは巻き寿司の一種とも言えますが、日本ではあまり食べられていません。また、 日本国外ではよく巻き寿司にアボカドを用いることがありますが、日本でアボカドを使った寿司を見つけることは容易ではありません。また、チラシ寿司も日本で人気があります。チラシ寿司は、お皿に酢飯を敷き、その上に刺身や漬物、卵焼きなどの具材を盛り付けたものです。見た目も華やかで、お祝い事や特別な日によく食べられます。 具材の種類や盛り付け方は様々で、季節や地域によっても異なります。日本には数多くのお寿司屋さんがあります。高級店では、職人が目の前で寿司を握ってくれることが多く、その場で握りたての美味しい寿司を味わうことができます。また、気軽に立ち入れるお寿司屋さんとして、回転寿司が挙げられます。回転寿司店にはカウンター席やテーブル席があり、 寿司が乗せられた皿がコンベアに乗って客席沿いを動きます。客は席に着いたらコンベアから自分の好きな寿司を選んで取ることができます。回転寿司の特徴はリーズナブルな価格と手軽さです。寿司の値段は皿の色やデザインで分かれており、一般的には種類によって100円から500円程度まで幅広く設定されています。また種類も豊富で、 多彩なメニューが回転台を通ります。これにより、様々な種類の寿司を手軽に楽しむことができます。回転寿司は、その支払いシステムも特徴的です。通常、皿の上に乗っている寿司を取った客は、その皿を積み上げていきます。そして、最終的には積み上げた皿の枚数に応じて支払いが計算されます。これにより、 客自身で食べた量を把握しながら楽しむことができます。さらに、回転寿司では注文を受けてから寿司を握るのではなく、一定の間隔で調理された寿司が回転台に乗せられています。そのため、すぐに食べられる寿司が常に提供されており、待ち時間が少ないのも利点の一つです。日本だけでなく、世界中に回転寿司店が展開されており、 外国人観光客にも人気の観光スポットの一つとなっています。手軽さとリーズナブルな価格、そして多彩な種類の寿司を楽しめる回転寿司は日本の食文化の一部として広く愛されています。最後に寿司の食べ方についてお伝えします。寿司は醤油とわさびを使って食べるのが一般的です。醤油はお米につけるのではなく、 魚の部分に少量をつけて食べると良いでしょう。わさびも魚の風味を引き立てるために使われますが、過剰につけると風味が隠れてしまうので注意が必要です。また、お寿司と一緒に食べられる伝統的な付け合わせとして挙げられるのが、味噌汁やガリです。味噌汁は味噌をベースにしたスープで、中には具材として豆腐、わかめネギなどの具材が入れられます。ガリは、 生のお寿司と一緒に提供される生姜の漬物です。通常は薄切りにした生姜を甘酢に漬け込んで作られます。以上、寿司についての紹介でした。寿司は日本の食文化の一部として世界中で愛されています。ぜひ、日本に来た際には本場の寿司を味わってみてください。